待ってて。やっぱり来る？花と話して…という、そんな一日でした。行こう。お母さん、待ってる。花、なんだって？お疲れ様って。嘘、何も聞こえない。でもね。ううん、何でもない。どうせ信じないから。だろうな。一応聞こう。本当？ああと少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね。でも何か足りない。あと一歩届かない。だから聞こえない。私いつもそう。そして諦めちゃうの。そんな風には見えない。諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。何かあったのか？さあ、行こう。返事くらいしてやれ。お花、なんて？お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。帰っちゃう？いや、もう少し。もう帰っちゃう？ああ、もう十分だ。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう。
元ソルジャーだ。悪いけど何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい。あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう。欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。お望み通り出ていくさ。どうしたのクラウド。いや怖い夢でも見た。でも夜明けまで待ってね。ちゃんと送ってあげるから。ああ。今度は見つからないように。もう休んでてって言ったでしょ。ほら部屋に戻って。ああ。行くのかい。七番街へ行くにはどうすればいい。六番街を抜ければいいのさ。簡単だろ。途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。元な。あの子にはもう関わらないでくれるね。わかった。ありがとう。すまないね、すまないね。
あら、お花屋さん。今日は子供たちを助けてくれてありがとうね。もうみんなソルジャーソルジャーって大騒ぎ。エアリスにもお礼を言っておいてちょうだい。ああ、ランチのせいでうちのじいちゃんが元気になっちゃって。じいちゃんのマコーロ話が止まんねえんだ。噂は届いてるぜ。凄腕の何でも屋がいるってな。それで身は守れそうか。つもりだ。待ち伏せ。どうして。もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。どうしたの？何でもない。